どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、今ね5月に入りまして、そろそろもしくはねもう届いていると思うんですけども、税金の納付書って皆さんもう届いてませんか？ということで、今回の動画では、税金の支払いでね ANA マイル、JAL マイルを貯めるおすすめのクレジットカード解説ね、やっていきたいと思います。我が家もですね先日、固定資産税のね納付書がね届いたんですよね。結構しますねで、このまずね税金って皆さんクレジットカードね支払っていますかね？まあ知ってる方ね、まあ最近もう結構メジャーになってきたんで、クレジットカードでね、支払ってる方ね、いらっしゃるかと思うんですけども、クレジットカード決済をすると、ポイントがもらえますよね。ですんで、まあクレジットカード会社のポイントが、まあもらえるわけなんですけども、注意しといていただきたいのは、このクレジットカードで支払うと、決算手数料っていうのはね、なぜかかかるんですよね。で、これは東京都の、税金の支払いに対する手数料なんですけども、まあこんな感じでね、1万円の支払いした場合、82円のね、決済手数料がかかって、これはね、納付した額によって、まあ変わってくるわけなんですよね。ですんで、まあ基本的にまあクレジットカードって、まあ 1% のクレジットカードが、まああると思うんですけども、1万円の支払いに対して、1% のクレジットカードで支払えばですね、100円分のポイントがもらえますので、まあそうなった場合ね、まあクレジットカードでね、払った方がお得っていう風になりますよね。で、これがまあ、現金の場合ですね、現金でキャッシュバックしてもらえるようなクレジットカード、まあブッキングドットコムとかね、まあそういうクレジットカードで支払いするとですね、ブッキングドットコムの場合は、まあ私ね、おすすめのクレジットカードで、まあ動画ね、出させていただいてるんですけども、まあこちらね、自動キャッシュバックみたいなね、感じのクレジットカードになっておりますんで、まあこちらだとね、1万円の決済すると、82円の決済手数料に対して、まあ 1% 還元で、まあ18円ね、まあお得になるっていう感じになるわけなんですよね。注意しといていただきたい点がね、もう一つありまして、この税金の支払いっていうのがポイント対象なのかどうかっていうのはクレジットカード会社によってね違うんですよね。この点もねぜひね注意していただきたいんで、まあ、皆さんねクレジットカード、まあ、保有しているクレジットカードそれぞれね皆さん違うと思いますんで、インターネットとかでねクレジットカード名を入れていただいて税金支払いポイントみたいな感じでね、検索するとですね、結構出てきますんで、まあ自分のクレジットカードがですね、対象かどうかっていうのはね、確実にチェックしてからね、利用するようにしてください。まずね、おすすめできないクレジットカードっていうのもあるんですよね。で、この税金の支払いに、おすすめできないクレジットカードは、2つあります。ダイナースクレジットカードありますよね。まあ、年会費が高くて、まあ、私自身もね、審査落ちたっていうクレジットカードなんですけども、これはポイントが、半減されてしまって、100円で1ポイントね、もらえないクレジットカードっていう風になってしまいますんで、注意してください。で、もう一つですね、私のおすすめしているクレジットカードの一つなんですけども、こちらまあ SPG アメックスなんですけども、アメックスブランドのクレジットカード。こちらもですね、税金の支払いに対してポイント半減っていう感じになりますんで、まあこれは本来ね、100円で3マリオットボンボイポイントが貯まるクレジットカードなんですけども、200円で3ポイントだったかなっていう感じになってしまいますんで、まあ基本還元率がね、落ちてしまいますんで、おすすめできないっていうクレジットカードになります。ですけども、SPG アメックス、もしくはアメックスが発行しているクレジットカードは、半減なんですけども、こういうクレジットカードあるじゃないですか。こちらセゾンアメックスプラチナビジネスなんですけども、こちらセゾンアメックスプラチナビジネスということで、これアメックスのクレジットカードに思われる方も多いと思うんですけども、セゾンのクレジットカードなんですよね。ですのでこっちだと大丈夫だったりするんですよ。ですので、まあその点はね、注意していただきたいなと思います。それではですね、次に、おすすめのクレジットカードなんですけども、先ほども言った通りね、支払いに対して、税金の支払いに対してね、ポイントがね、付与されるかどうかっていうのは、確実に確認してくださいね。まあ、わざわざ、ね、税金の支払いのためにね、
クレジットカード新規で発行される方ね、まあ私とかはしちゃうんですけども、なかなかいないと思いますんで、その点ね、多分おそらくですけども、まあ皆さんね、保有しているクレジットカードで支払うと思いますんで、その点はね、注意してください。で、まず、JAL マイラの方におすすめのクレジットカードは、先ほど登場したこちらですね。セゾンアメックスプラチナ、セゾンアメックスプラチナビジネスっていう感じで、まあ、こちらは年会費がね、初年度から2万2000円かかるクレジットカードなんですけども、こちらは JAL マイルの還元率ね、基本還元率が 1.125% ということで、もうそのままね、決済するだけで100円に対してね、1.125% でマイルが溜まっていくクレジットカードとなりますんで、まあ、さらにね、このクレジットカードの、ね、動画は、まあ、専門で、ね、出させていただいてるんですけれども、こちらは JAL マイルを貯めるクレジットカードとしては、かなりおすすめで、最大 1.375% でもね、還元率上げることができるクレジットカードですんで、このセゾンアメックスプラチナ、セゾンアメックスプラチナビジネスですね、まあ、かなりおすすめになっております。この2つ、セゾンアメックスプラチナとセゾンアメックスプラチナビジネスね、この2枚で見た場合、まあ、どちらがおすすめかというと、セゾンアメックスプラチナビジネスカードの方がおすすめです。で、これおすすめのポイントとしては、まずこのプラチナビジネスなんですけども、このクレジットカードはね、誰でも発行できるんですよね。まあ、昨年このセゾンアメックスプラチナビジネスっていうのは、まあ、かなりね、お祭り騒ぎになったクレジットカードなんですけども、まあ、中にはですね、主婦の方とかでもね、発行できた方もいらっしゃいますんで、審査もかなり、緩めという風になっておりますんで、かなりおすすめっていう点。さらに、年間200万円を利用すると、昨年の年会費2万円が、1万円にね、割引になります。さらに、こちら1万円のクレジットカードになった場合にですよ、このクレジットカードね、プライディパスのプレステージ会員、何回でも入れるね、プレステージ会員が付帯したプライオリティパスも発行することができますので、まあ、そういう意味ではですね、付帯特典が多いクレジットカードとなっておりますんで、ちょっと細かいところはですね、ちょっと専門の動画ね、出させていただいてますんで、そっち見ていただけたらなと思うんですけども、こういう特典があります。で、さらにですね、このセゾンアメックスプラチナビジネスっていうのは、今現在ね、ポイントサイトに案件が出ております。そのポイント数をね、ゲットすればですね、この初年度の年会費もペイできる。さらにね、お釣りが来るぐらいのね、ポイントまでポイント上がっておりますんで、もしね、案件わからないっていう方はですね、Twitter の DM でね、連絡いただければ、お教えいたしますので、その点ね、覚えておいてください。で、次にですね、ANA マイルの場合ですね、大体ね、保有している方がね、まあ、多いんじゃないかなと思うのは、ANA の、三井住友クレジットカードですね。一般カードであれば、まあ、先日紹介させていただいた ANA 東急クラブ級クレジットカード。まあ、あちらも、三井住友クレジットカードですし、ANA のね、ANA ワイドゴールドカードとかね、ビザマスターカードですね。持ってる方いらっしゃると思うんですけども、まあ、こちらのクレジットカードに関しては 1% の還元ね、受けることができますし、まあ、今現時点でね、こちら最大還元率はちょっとね、今現時点だと去年のね、あれが引きずってますんで、最大 1.648% なんですけども、去年のね、利用額とかそういうのがあるんで、まあ、それを考慮しなくても 1.35% まで、還元率上げる、ことがね、できるクレジットカードというふうになりますんで、こちらは、ANA のワイドゴールドカードのビザ、マスターっていうふうになると思います。で、こちらの還元率に関してはちょっとね、個別の動画出しておりますんで、まあそちらはね、見て、参考にしていただければなと思います。個人的に、最も還元率を上げるのであれば、まあ、おすすめしたいクレジットカードとしては、やはりエポスカード、もしくはエポスゴールドカードですね。基本還元率が 0.5%、ゴールドカードの選べるショップ指定で、合計 1.5%、さらにリボ払いで、0.5% というふうになりますんで、まあ、これだけでね、まあ、2%。マイル還元率で 1.4% になるわけですけども、まあ、これがね、年間100万円の、ね、利用があれば、まあ、さらに 1% っていうふうに上がっていきますんで、まあ、合計で 3% までね、上げれるっていう感じで、まあ、これをマイル還元率にすると、まあ、2.1%、まあ、最大がまあ 2.1% っていうふうになるわけなんですよね。
まあ、これがね、まあ、年間100万円っていうね、利用金額がぴったりっていうのはね、ちょっとかん、現実的ではないので、まあ、それを外したとしても、まあ、1.7% ぐらいはね、いけるんじゃないかなっていうふうに思います。で、このエポスカード、JQ エポス、まあ、これどっちでも、このポイント制度自体はですね、共通というふうになっておりますんで、まあ、私自身もね、まだ JQ エポスにしないと、この ANA マイルへのね、ルート 70% 交換率できないんですけども、まあ、私自身も今エポスゴールドカードを持っていて、まあ、ポイントは共通で、繰り返った時にね、ポイントも移行、等価でね、まあ、移行できて、まあ、JR クーポンに、ね、交換することもできますので、こちらどちらでもね、まあ、OK っていう感じになりますね。まあ、ちょっと JQ エポスクレジットカード自体はですね、ちょっと専門にクレジットカードをね、解説出しておりますんで、まあ、そちらね、見ていただけたらなと思います。で、最後にですね、ちょっと番外編として、こちらマイルに関係なく、おすすめのクレジットカードっていう風になると、やはりね、LINE Pay Visa クレジットカードですね。まあ、先日ね、解説の動画出させていただいて、ポイントプログラムに動画もね、出させていただいて、まあ、詳しい動画はね、そちら見ていただければなと思うんですけども、まあ、こちらね、今初年度、年会費無料で、初年度無料でね、3% の還元がね、1年間受けることができますので、こちら1万円の決済であればね、300円戻ってくるわけなんですよね。まあ、ポイントとしてですけどもね。これすごいですよね。ですので、もしね、マイルとかそういうのがね、あんまり貯めてない。まあ、この動画ね、私の動画チャンネル見てる方は、まあ、マイルを貯めてる方、まあ、多いかと思うんですけども、マイルをね、関係ない状態でおすすめするってなると、この LINE Pay Visa クレジットカードが、まあ、おすすめっていう感じになりますかね。で、まあ、こちら還元されるのは、LINE ポイントとしてね、還元されるわけなんですけども、まあ、LINE ポイント自体はね、デリバリーサービスだったりテイクアウトサービス、もしくは、ドン・キーホーテのギフト経由で、Amazon ギフト券、LINE ポイント、まあ、LINE 証券っていうね、 LINE S やってるサービスの LINE 証券を通すことによって、現金化もすることもできますので、まあ、出口戦略としてこの LINE Pay Visa クレジットカードはまあかなり強いですので、まあ、そういう意味ではですね、この LINE Pay Visa クレジットカードでね、税金の支払いもまあ OK っていう感じになりますかね。で、注意点としては、この LINE Pay Visa クレジットカードですね、5万円以内の決済にしかポイント還元してくれないんですよ、税金に対しては。ですので、これを超えるようなね、決済は絶対行わないようにしてくださいね。ポイント還元がね、受けられませんのでね。そうするとこのLINE Pay Visa クレジットカードですね、5万円以上の利用ですね、してしまうと、本当にただクレジットカードで支払っただけの人になってしまいますんで、その点はね、注意していただけたらなと思います。いかがだったでしょうか。今回は税金の支払いで ANA マイル、JAL マイルを貯める、クレジットカードを解説させていただきましたけども、税金の支払いにポイントがもらえるかどうかっていうのは確実にチェックしてからね、このクレジットカード決済で、してくださいね。本当にこれがポイント付与されなければ、ただ決済手数料を払っただけの人になってしまいますからね。その点だけは本当に注意して、利用していただければなと思います。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。